やってる。さあ、今日もやってまいりました。ランニング食堂の酒のつまみにもならない話ということで、本日もお集まりいただきましてありがとうございます。今日もじゃあ皆さんで楽しくお酒を飲んでいきましょうか。今日飲むお酒はですね、めちゃくちゃ希少なものを飲もうかなと思います。今撮ってるのが3月の10日なんですけど、なんでこれあれなんだろう、今もう売ってないんですよ。うん、先もう出しちゃうとこれなんですけど、ズィーマですね。こちらもうね、販売終了したみたいで、日本での取り扱いがなくなるのかな、わかんないけど、もうこれね、どこ行っても売ってないんですよ。確か先月2月ぐらいで終売になってたみたいで、その時にね、近くのスーパー行ったらラスト1本残ってたんで購入してきました。で、まあいつかどっかのタイミングで、まあライブ配信とか、それこそなんか晴れの日というか、大会のいい記録が出た時に、大会でいい記録出た時にお祝いとして飲もうかなと思って撮ってたんですけど、まあなかなかね、こう、そのお祝いができるような時がなくてですね、飲む機会がなくて。なんですけど、まあね、ちょっと、このジーマ、僕結構学生の時によく飲んでたイメージあって、シーズン的にね、今、もう卒業のシーズンということで、なんかね、このお酒を、当時学生時代に好きだったこのお酒を飲みながら、ちょっと当時を思い出しながら飲んでみたいなと思いまして、ちょっと今日飲もうかなと思いました。では皆さん、お酒お手元お持ちいただいて、おう、では乾杯。こんな味だったっけ？めちゃくちゃなんかあれだね。飲みやすいわ。なんかもっと、アルコール度数強いイメージあったけど。アルコールは何パーかは書いてない。あったあった。アルコール 4% なんだこれ。薄い。ほろ酔いじゃん。昔これでよく酔っ払ったイメージがあるけどな。うん。量もね、めっちゃ少ないからすぐのなくなっちゃうね。なんでこれなくなったんだろうね。その売れなかったのかな。なんか記事には、なんて書いてあったかな。まあ、コロナ禍で、まあ、このご時世っていうこともあって、外で飲む機会が減って、なんだろう、結構パーリ内というか、パーティーするような、機会が結構なくなったみたいで、で、このジーマーとか、こういったお酒を飲むシチュエーションが減ったらしいんですよ。まあ基本的には宅飲みになって、まあ家ではなかなかこういうの飲まないっていうことで、売れ行きが良くなくなって、販売しなくなったってことで、まあある意味、まあ身近なところでも、その、今のこのご時世の煽りを受けてるなと、ひしひしと感じますね。お供は、参考成果さんの売り上げにちょっと貢献したんじゃないかな。そんなことはねえか。うん。で、学生時代、まあ振り返るって言っても、大した学生時代を送ったわけじゃないし、まあ本当平凡な学生時代を送ったわけなんですけど、学生時代は本当にね、まあ一応ね、陸上のサークルには入ってたんですけど、ほとんど走らずに、まあ飲み会にだけ参加するような人間だったわけですよ。で、詳しい内容というか、その内容、記事にまとめていただいたものがあるんで、それね、よかったら概要欄に、覚えてたら入れておくんで、よかったらそっちもね、合わせて見ていただきたいんですけど、まあ当時はですね、もう本当に、まあ高校3年で陸上を辞めて、高校1年でもう陸上競技に嫌気がさして、まあなんとか3年間続けて、高校3年生で引退をして、で、もう陸上はやりたくないと思って、大学に入ったらもっと華やかなものしたいと。陸上競技って言って一番汗臭いというか泥臭い競技だと思うんで、なんかそういったものじゃなくてもっと楽しいものをやりたいと。うん、もっと爽やかなものをやりたいと思って、大学に行ったわけなんですけども。まあ、いろいろとあって、結局僕はね、陸上を
サークルに入ることになったんですよ。確かね、同じ県から、その陸上、その、ま、いろいろとね、大学の新歓って、その、入学シーズン、大学の、入学してからの1ヶ月ぐらいって、結構ね、新歓とかサークルの勧誘が多いわけですよ。で、僕も例に漏れず、サークルの勧誘にね、いろいろと、誘ってもらって、いろんなサークル覗かせていただいたんですけど、その中の一つで、この陸上サークルっていうのに、行ったわけですよ。で、そこで、まあ、同じ県、僕佐賀県出身なんですけど、佐賀県出身の、まあ、先輩がいて、まあ、そこで、俺も佐賀で陸上やってたんだよ、みたいな感じになって、で、僕も、まあ、陸上やってたから、あ、そうなんですね、みたいな。そしたら佐賀県の大会で会ったことあったかもしれないですね、みたいな話になって、で、僕の高校、まあ、佐賀の白石高校ってところ出身なんですけども、まあ、そこで、それを伝えたら、お、めっちゃ強豪やん、みたいな感じで言われて、いや、絶対陸上サークル入った方がいいよ、みたいな。絶対君このサークルで一番になれるよ、みたいな。5000メートルのタイムいくつなの?みたいな感じ聞かれて、で、まあ、15分30ぐらいだったかな、確か。15分30ぐらいですって言ったら、あ、もうトップじゃんみたいな。サークル界隈だと一番早いレベルだよみたいな言われて、絶対入った方がいいみたいな。人気者になれるよみたいな感じで言われて、あ、じゃあ入ろうかなと思って入ったわけなんですよ。ただね、やっぱ、そのまんまずっと、その陸上競技を、陸上をその続けてればね、よかったんですけど、今僕は、まあその練習をやるよりはバイトしてお金を稼いでとか、うん、あとは、まあ、二十歳になってからは、お酒を覚えてからは、もう本当にね、ずっと友達と飲み歩いてて、もうずっとね、週に2回ぐらいは、週に2回はね、飲みに行って、で、週に1回は宅飲みして、みたいな感じのことをずっとやってて。うん。その当時も、もう、毎晩飲んでたのかな?二十歳過ぎたぐらいからもう毎晩飲んでたような気がするな。もうこのスタイルになったような気がする。二十歳ぐらいから。そのね、流れでね、陸上のサークル、に入ってた時に先輩からももっと真面目に練習やれよって言われてたんですよ。一緒に練習やろうよ、絶対もっと早くなれるよみたいな感じで言われてたんですけど、まあ残念ながらね、僕にはその当時の僕には響かずに、なんだろう、陸上なんて適当でいいんですよ、ちょうどいい、このぐらいがこのいい塩梅なんですよみたいな。ちょっと練習して大会ちょろっと出て、でその後の飲み会を楽しむ、このぐらいが僕の陸上の楽しむちょうどいい関係、陸上とのちょうどいい関係なんですよ、みたいな感じのことをずっと言ってたんですよ。まあ、それがね、今蓋を開ければね、もう10年後?そうだな、10年か。もう、大学からもう10年ぐらいになるのか。10年後、こうやってね、陸上競技にまたね、携わるというか、また陸上をこう始めてるわけですよね。で、当時から、今思うと、まあ、あの当時、大学の時にもう少し陸上とこうもう少し真面目に取り組めていたら、もう少しね、タイムが良くなってたのかもしれないし、まあ、でも逆にそこでもう大学で陸上がっつりやってたら、大学4年卒業したところで燃え尽きてしまって、今の僕がない可能性もあるからね。まあ、それは何とも言えないんですけど、まあ、そういった形で僕は陸上競技を、まあ、大学はね、ほとんどせずに、今になって、また、青春をやり直してるような感じですね。まあ、それをね、こう、今、ジーマを飲みながら思い出しておりました。当時の関東の陸上サークルって言ったら、上田瑠衣選手とかが、陸上サークルの界隈ではめちゃくちゃ速い選手だったんですよ。確か14分40ぐらいだったのかな。はい。で、まあ、その上田選手は僕の2個ぐらい下なのかな?わかんないけど。ん?同い年 ?1 個下?まあ、多分同年代ぐらいだと思うんですけど、まあ、その選手ぐらいから、なんていうんだ、徐々にこう、陸上サークルもレベルが上がっていってた印象があります。はい。で、当時の陸上サークルで言うと、その関東界隈の陸上サークルで言うと、まあ、今のコモディ飯田の黒田選手なんかも、国学院の陸上サークルに所属されてて、当時は15分切るか切らないかぐらいの選手で、ずっと練習やってって、で、大学卒業したぐらいで、大学卒業するかしないかぐらいの時に、まあ、コモディ飯田に練習に行ってて、で、その練習に参加していく中で、
14分の結構40秒とかそのぐらいがスポッと出て、そこからスルスルスルっとレベルが上がってって、まあ、コモディマジックというかね、かかって、で今はもうニューイヤーでも大活躍するぐらいの選手になってたりとかね。まあ、そのサークルの界隈で、僕も一緒にね、まあ、練習俺はやってないけどね、ほとんど。練習会とか参加してないけどね。まあ、そんなね、時代を、今はもう遠い昔だな。いや、めっちゃ懐かしいわ。戻れるんだったらめっちゃ戻りたいもん、大学に。大学は楽しかったな。何やってもなんかその大学の時の楽しさを超えれないなっていうのがありますよね。まあ今も楽しいし、なんかこう今不満があるってことはないんですけど、なんか大学の時のその、もう若さがないから、だんだんもうこれからしおれていくしかないし、なんだろうな、こう、外見的にも、もうなんて言うんだろう、若さがもうどんどんなくなっていってるわけじゃないですか。僕は昔はね、もう本当にもっとね、肌はスベスベしてたんですけど、もう最近はもう全然ね、ガサガサ男子になってきて、お肌のケアを少しでも怠るとね、もうちょっとダメになってきてるわけなんですけど、まあなんかその大学時代の楽しかった思い出を、もっと超えれるように今を楽しく生きれたらいいなと、最近は思うようになってます。思うようにしてます。うん。まあ、このね、僕の正直めっちゃね、普通のレールからは外れちゃってるわけですし、それが正しいかどうかって全然わかんないし、今現在のこの時点、今のこの時点だったら多分間違ってる方向だと思うんですよ。まあ、ただこの後いい方向に行くだろうと信じてね、頑張っているわけなんですけども、大学を超えれるぐらいこう今を楽しく行きたいなと、最近はというか、ジーマを飲みながら、当時を思い出しながら、思いました。ということで、今日はもうお開きにしますか。ジーマもなくなったことですし、お開きにしましょう。じゃあ、一次会で帰るよって方はこっちで。二次会この後行くよって方はこっち集まっていただいて。で、一本締めで。よーっ。